皆さんこんにちは。オーディオ機器には可変抵抗器が使われています。最初は問題ありませんが、しばらくするとガリが出ます。ガリというのはボリュームを回すとガリガリ音がする不具合です。ガリが進むと音が小さくなったり、ほとんど聞こえなくなることもあります。この問題はどうして起こるのか、どうやったら治るのか、今回はボリュームのガリについて詳しく解説します。これはアンプで使われる可変抵抗器です。カーボンの抵抗体を金属で擦る構造です。こちらはスピーカーに使われている可変抵抗器です。電流が流れるので抵抗体が巻き線になっています。このような抵抗体には高級なものもありますが、オーディオ機器や楽器のような民生品では使われません。ほとんどがこのどちらかです。これらのボリュームは使ううちにガリが発生します。増える一方で回復することはありません。ガリは機器の性能を損なう大きな問題の一つです。ガリの原因は巻き線型とカーボン抵抗体で違います。巻き線型のガリは抵抗体の錆が原因です。錆は電気を通しませんので、これがガリの元になっています。カーボン抵抗体のガリの原因は少し複雑です。カーボン抵抗体というのはカーボンの粉末を樹脂で固めたものです。これを電極がこすると表面が摩耗して粉が出ます。粉の上を電極が通ると樹脂がくっついて残ります。何度も電極が通るうちに樹脂だけ積み重なって絶縁被膜ができます。この汚れがガリの元になっているようです。ガリの出たボリュームを左右にぐりぐり回すと多少良くなりますが、すぐに再発します。ガリを予防するためにボリュームを時々動かすアドバイスがありますが、カーボン抵抗体では逆効果です。進行するガリを遅らせる方法はほとんどありません。ボリュームの隙間から接点復活剤を入れると改善することがありますが、摩耗粉が残っているので再発することが多いです。根本的に直そうと思ったら分解してこびりついた汚れを取り除く必要があります。こちらはヤマハ NS1000M のアッテネーターをオーバーホールする様子です。巻き線型のガリは酸化被膜が原因ですから、接点を磨くと復活します。防水効果のあるグリスを塗っておくと再発を予防できます。カーボン抵抗体のボリュームは隙間から洗浄剤をスプレーして摩耗粉をできるだけ取ってから接点復活剤を入れます。症状が軽い場合はこれで対処できます。これ以外のケースは分解するしかありません。分解の障害になるのがシャフトを止めているプッシュナットやカシメです。これを何とかして取る必要があります。
分解できたらガリの原因になっている汚れを取り除きます。固くこびりついた汚れは完全に取れない場合があります。最後に専用グリスを塗ります。抵抗体の摩耗を防いでガリの再発を予防できます。メンテナンスが終わったら元通り組み立てていきます。新しいプッシュナットを取り付けます。カシ目を削り取ってしまった場合は他の手段で止める必要があります。この例ではネジを切ってネジ止めに変えています。メンテナンスに使うオイルやグリスは何でもいいというわけではありません。樹脂に対して安全なものを選んで使います。その候補にポリアルファオレフィン系のオイルがあります。接点復活剤の多くはサラサラです。サラサラのオイルは拡散してなくなっていきます。グリスのように粘度の高いものが長持ちします。いつも使っているのはポリアルファオレフィン系のグリスです。この部分に使う最高のオイルはフッ素オイルですが、非常に高価です。洗浄スプレーは市販品がありますが、エアーブラシを使うと経済的です。いつも使っている洗浄剤はこちらです。エタノールと違って油汚れを落とすことができます。汚れがひどいときは灯油や超音波洗浄機を使うことがあります。オーディオ機器を購入したらガリが発生する前にオイルを塗っておくと、錆や摩耗を防いで長持ちします。ボリュームが密閉されているとこの作業ができません。可変抵抗器はいずれガリが出てしまう部品ですから、最初からこのような部品が使われていない商品を選ぶのも一つの方法です。ご視聴ありがとうございました。